ぐさもちゃなです。今回はですね、こちらね、はい、コンダのシークレットのゴジータビーム使ってバトルしていきたいと思います。これ今回の環境でまだ1回2回ぐらいしか本当に使ってなくて、まあちょっと久々にこれ使いたいなと思ってね、今回こんな感じのデッキでいきたいと思います。はい、やっぱねここ並べたいよねいつかこれのね、激闘の絆も出ると思うんですけど、はい、まあいつになることやら。絶対的に強いでしょ。合体戦士のオリジナル形態が2人っていう、まあ、100% 出てくると思うんだよな。 こういうさやっぱこういうカード、まあ次のターンあたりワンチャンないかな。あれなんかシークレットレア4枚とかが出てるから、あの普通にゴジータ、ゴジータでゴジータベジットとかで結構想像が膨らみますよね。じゃあ今回のデッキはもう完全に先行特化&ゴジータを生かした編成なので、まあ相手が開幕ユニットだとしても先行はまあ結構簡単に取れるんじゃないかなと。まあいきますか。先行はそうだね、相手2万1000、あ待って、あ激怒か、激怒いるんじゃちょっと取れないな。2万1000にプラス1500でしょ、ってことはあーどうしよう、先行取りたいよね、どうしようかな。カーレス出せば先行取れんだよなカーレス出すか、いやセオリーじゃないですけどね、行ってみますか。セオリーじゃないんですよ。ただまあ言うて人造で2本回復あるからいけるかな、はい、ここはちょっと先行にこだわってみました。はい、お意外となんか下げてね、3000エリアじゃない、一体なぜだ。はい、パワー1食らったんですけど、この後にパワー乗っかるから問題ないですね。はい、ちょっとマイク繋がってませんでしたね。ちょっと声聞き取りづらかったでしょ。まあ聞き比べてもらったら分かると思うけど、やっぱ iPhone で直撮りするのとマイクあるのとでは全然違うよね。でもうちょっとそのさ精度の高いマイク欲しいんだけど、まあどれがいいんだろうっていう感じなんですよ。あー落ち、これはひどい、ひどい外し方を、うわー今のは決めたかったわー、今の決めたかったなー。あーちょっと待ってよ、これ超ユニットじゃないよね。あ違うか、あ違くないかも。あ待って、相手超ユニットデッキこれ、あ絶対そうだわ。ただビート君の超ユニットって結局そのスーパーサイヤ人孫悟空入れないといけないってことは3ラウンド目以降じゃないと打てないよ。はい、いきますか、キーソードロップってことはまあやられることはないか。次で最近超ユニット増えてさ、ちょっと怖いんだよね、やられたくないんですよでさっきさあのバーダックの超ユニが来て、でそれは返り討ちにできたんですよね。でどうやったかっていうと、あの1ラウンド目でとりあえずコルンガさえ試させなければバーダックの超ユニはあの打てないんだよ2ラウンドで。もちろんデッキ構成にもよりますが、大概の場合は打てない、エナジー8しかたまんないから。だから全力で1ラウンドをポルンガ阻止して3ラウンドに超位に発動されたけど、そこで先行取って倒したから際どいバトルでした。はい、ドキドキしたよ最初さ、こうなんだろう、向かい合った時にうわーフィンと調査機何もいないわ積んだーって思ったんだけど、あよくよく考えたらポルンガたまらなければ相手超位に打てないなと思って、まあ、それで防ぎました。だからいろんなパターンがあるけどさ、あのコルンガって結局ミラクルが相手出なければ、ミラクルでは語れなければそんなにたまらないっていうか、あーちょ この人は上手すぎるけどこれはもう上手すぎるけど、だからバーダックもねそんなになんだろう、ミラクルで勝たれなければ案外ね相手たまらなかったっていう。待って、今チャージ全然勝ててないんだけど、うますぎじゃないちょっと。
あーダメだわ。あーオッケー、もうちょい気合い入れないとダメな。いやー、あとなんだろう、復活か、復活があるわ、やばい。相手復活のうちだ。いやー、やだなそれ。あー、もうなんかチャージもグダ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 、もうやっぱりねやっぱりね、いやそれは辛いね。まあ開幕復活も未だにいるというね、バーダック以外だったらまあ割と久しぶりなんじゃない。ただ先行取ったから、そこでゴッドバードからのゴジータでカードアクション封印があるんですよね。それだけやっちゃえばまあ大概のアクションは封じられるよね。あーそうだね、 1,2,3,4,5 5個は止められるのかな。ただゴジータってあれだね、チェンジとかは止められないから、なんかこれ別にさ、タッチアクションも封印でよかったんじゃないの。なんでカードアクションだけなんだろうこれって。ダブルでよかったと思うね。1倍だし、え、なるほど、やられに行くと。あーい、はい、ええなぜだ、え、それだと多分銃たまらないよね。バトカップ、あーさあこれは大丈夫、とりあえずここで1回目の KO をしておかないと。辛いっすね、辛いっすね。いやブローバーもいいかな、次の固定4000も止めたいから。え、でもさ、ここで1回 KO できなかった時がまあ辛いけど、しちゃえば次で戦闘力制限かけて倒しに行けんだよね。おー、いいダメージ、まあいけそうだね。ここで相当ダメージ稼げるし、さあこれでおそらく亀裂からのゴジータでいったんじゃないでしょうか。さあこれで1回目の復活消化、次で戦闘力制限はないでしょう。だまあそのまんまいけんじゃないかな。7000制限かけて倒しに行きたい。おお強っ、はいギリ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 しない。じゃあ HP5000 アップできっちりと回復していきたいね。さあこれはどうか、あっとうまいねやっぱ相手。あーもう惜しかったし、今のとか紙一重じゃん、紙一重どころじゃなくない今の何ミリいやー見せられない、本当にもう見せられない。サンパフェはきついな、これだけチャージ補正かけて負けるってどんだけ強いんだよマジチャージに関してはやばいな。いやーマジであとほんの 0. 何ミリだった気がするんだけど、ただまあ一応ブーストはいったんでね、いいでしょう。え、絶対次中に打てないよこれバトルアプリ効果。ああ、なるほど、普通に削りに来るって感じ。うわー、ギリギリ錬磨に乗らない。いやそれは想定外、錬磨に乗らないね。ふう、今のマジで止めてれば気力全回復してさ、他のキャラ3人気力全回復で、みんな HP じゃなくて気力全回復してたんだよね。たまにいるよねこういうチャージ化け物並みに強い人、立てる気しないもんね。いやー本当にこのカードと相性が悪い気がするこのカードはね
マジで上級者向け。これでなんだろう、気持ちよく決まったら、まあ相当気持ちいいんだろうけど、いやーなかなか決まんないね、これはね。ハードアクション封印とか、まあできればやっぱ決めたいですけど、まあとりあえず7000制限でこれでいったでしょ、もう。はい、でホルンがいけるんで、まあこれでエナジー全破壊。あー危なかった。これでユニットは使えないでしょ。まあさすがにいったかな、これは。ユニットが使えなければどうということはない。結局そのさ、やっぱチャージ強い人御用達カードみたいな感じじゃない。なんかカードアクションもそうだし、あのアビリティもそうなんだけど、どっちもそのカードアクションチャージの、なんて言うんだろう、そのチャージインパクト関連というか、いやーむずいこのカードはむずい。あー、オッケー。さあ、じゃあ最後は気持ちよくエリート連携で決めてもらいましょう。すごい光景だ、この最強の戦士がね。あーもう勢ぞろいっていうか、ここに総国ベジータがいたらさらに絵面的に良かったね。ほらもうやばくないやばいでしょこれ。ブルー進化とブルーバリアって、いいぞ、ブーストモード継続だ、君の勝ちだ。いやーすごいな、オーラもこれすごい豪華。あー、やっと発動したかっこいい、何今の。おおすごい、おーまだ続く？あ、まだ続く？はい、エクストラモードいった。あ、ブーストレベル2でかいね。今もうちょっとでポイント2万いきそうだから、これちょっと嬉しいな。はい、じゃあ最後はこのね、最強のキャラたちの連携に。はい、まあ、ジンズアバターも最強キャラだからね、これね。これでお別れよ。これでお別れよ。あー痛そう。さあ、あー久々に見たこれ。5万6000で KO、ということでね、まあデッキはかなり良かったんですけど、個人的にちょっとやっぱあの2ラウンドでね、ゴッドメテオストライク打ったりとか、まあちょっとしたかったかな。うん、なんかね、そうわーすごいな、やっぱこのメンツがえぐいっていう、かなりやっぱチャージインパクトに相当自信のある人向けというか、うん、そんなカードですね。はい、あとまあガード向こうがもう素体でついてるっていうのもいいし、赤き仮面がいるとエナジーアップを封じるって、まあこれもね今回なかったけど、かなり赤仮面って環境で多いから、まあなんだろう、赤き仮面が環境にいる限りはだいぶ強いと思います。でこれも最大で敵の受けるダメージ5倍らしいからね、うん、これまだ発動させたことないんだけどまあゴッドボスにも使えるのかなこれって。はい、っていう感じでこれね、皆さん持ってる方ぜひね、こんな感じのデッキで使ってみてはいかがでしょうか。はい、ゴッドバードと錬磨悟空との相性はかなりいいと思いました。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。